はい、休日を捧げようツモローズです。なんで松田聖子ちゃん知ってるの？ YouTube でたまたま見たきっかけですね。あ、 YouTube で見て、あ、この曲いいと思って歌いたいって思った。はい。あ、すごいね。ツモローズもそういう話ないかな